徳島県第二区は日本における衆議院の小選挙区。2013年公職選挙法改正以降の区域は以下のようである。2013年に3区の廃止に伴い区割りが変更され、旧3区より吉野川市、美馬市、美馬郡を吸収した。2002年公職選挙法改正から2013年の小選挙区改定までの区域は以下のようである。 旧区域1994年、公職選挙法改正から2002年の小選挙区改定までの区域は以下のようである。旧区域小選挙区制発の選挙である第41回では、当時の主要野党である民主党も新進党も、候補を立てず、事実上自由民主党、山口俊一の新任投票であった。その後、第42回より山口と民主、 高井美穂の事実上の一騎打ちとなる。第43回でも接戦となったが山口が再選された。第44回では山口が郵政民営化に反対して無所属で立候補。自民党は岡本義夫とのコスタリカ方式で一区に交互出馬し、今回は比例単独の予定だった7条名を資格として擁立。 結果は山口が七条に対して優勢に戦いを進め、この二人の争いに埋没した形の高井も突き放し、当選した。七条も、比例順位が上位ということもあって、復活当選。高井は比例でも辞典に終わるが、後に、他の民主党比例選出議員の議員辞職に伴い、繰り上げ当選した。そして第45回では、民主対象の風に乗り、高いが、 悲願の選挙区議席を獲得。山口は比例復活に回った。第46回では逆に山口が当選。高井は比例復活もならなかった。第47回は高井が出馬せず、共産以外の他党が候補を立てない中で、山口が圧勝した。第48回も幸福実現党が候補を立てた、以外は、同じ構図となり、山口が再選。第49回は、 山口対野党第一党所属候補対共産候補という構図となったが、ここでも山口が再選。第49回衆議院議員総選挙10月31日、徳島県第2区時の内閣第1次岸田内閣解散日、2021年10月14日、公示日、2021年10月19日当日。 有権者数、26万655人最終。投票率 50.、50.99%第48回衆議院議員。総選挙10月22日徳島県。第2次の内閣。第3次安倍第3次改造内閣解散日。2017年9月28日公示日。2017年10月10日。当日有権者数、27万1975人。 最終投票率 44.、44.41%第47回衆議院議員。総選挙12月14日。徳島県、第2陸時の内閣、第2次、安倍改造内閣解散日。2014年11月21日公示日。2014年12月2日。最終投票率 44.、44.89%第46回衆議院議員。 総選挙12月16日徳島県第2区次の内閣野田第3次改造内閣解散日2012年11月16日公示日2012年12月4日第45回衆議院議員総選挙8月30日徳島県 第2区時の内閣、麻生内閣解散日、2009年7月21日公示日、2009年8月18日、第44回衆議院議員総選挙9月11日、徳島県、第2区時の内閣、第2次、小泉改造内閣解散日、2005年8月8日、公示日、2005年8月30日第43回衆議院議員、総選挙11月9日、 徳島県第2区次の内閣第1次小泉第2次改造内閣解散日2003年10月10日公示日2003年10月28日第42回衆議院議員総選挙6月25日徳島県第2区次の内閣第1次森内閣解散日2000年6月2日公示日2000年6月13日第41回衆議院議員 総選挙10月20日徳島県第2次の内閣第1次橋本内閣解散日1996年9月27日公示日1996年10月8日ありがとうございます